今回は、マドカアルファだね。このキャラ、使っていこうかなと思います。で、性能に関しては、超重力魔法陣転送ということで、点8でね、めっちゃ強そうな性能してるし、大号令と割合 SS。まあ、どっちか持ってても多分点8では強いと思うんですけど、両方引っ下げてやってきましたよと。しかもそこに超バラと非属性キラーの乗る殴りとルミナスレイも持ってるんで、友情コンボも期待できそうかな。で、超ダメよとバリアと状態上回復っていうおまけも持ってるし、ダメを重力に飛行付与もすれば、点3でも使えそうなんで、そこも少し試してみたいし、あと、殴りだね。攻撃力それなりに高くて、超バラと非属性キラーあるから、現環境で一番殴り強いシャルルマーニュとどっち強いんだろうって計算してきたんですけど、マドカと4壁のシャルルマーニュウォールブースト 2.5 倍これ比較してみたら、マドカの方が、ほんのちょっと上でした。いや、だから多分これやばいっす。点8でね、シャルルマーニュ使ってる人わかると思うけど、4壁触れるシャルルマーニュの殴りって基本的にしないじゃないですか。だいたいいつも左右の壁触れる2壁殴りとか、触れても多分3壁殴りだと思うんですよね。だから、ちょっとね、そこの殴りの強さすごい気になる。だから普通にマドカが動くだけで、4壁シャルルマーニュとほぼ同等の殴りができるから、いや、意外とランチャー殴りとかも強いんじゃないのかな。まあでも自強、SS 使った時は、シャルルマーニュって自強化2倍とか、4倍とか持ってるんで、そこはちょっと気になるけど、はい。まあこれで殴って動いて、ランチャー触れますと。で、あと、どうだ、友情コンボそうだ。まあ弱点ないから普通か。ああ、まあ弱点ないからね。で、あとちょっと気になってるのが、速度なんですよね。結局マドカって超重力しか速度を上げる能力ってないんですけど、シャルルマーニュってさ、ダッシュ、M とか、超スピとか持ってるから、どうこれ。お、1殴り。お、いいね、いいね。ダッシュ、M とか持ってるから、速度速いのが私ちょっと気がかりだったんですよね。だから、中ボスとかでさ、こう殴りに行った時に、あまりにも速度が速すぎて、弱点感がしてる時に、いや、まだ、ランチャーのシャルルマーには関係ないとこ動いてますけど、みたいな。そういうパターンもあったりしたから、そこは少し気になったんですけど、どうなのかな。あ、そっか、あとクリティカル持ってんだ。シャルル前に確かシールドだったよね。だからそこも、そのね、運ゲーとはいえ、クリティカルでね、こうカンカンしてる時に、クリティカルポーンって出て、一気に削り切るみたいな運ゲーも、できんのかな。まあ、これでちょっとね、ガチャ動画で、まあ4体サブ機で引いたんすけど、いや、どうだろうこれ。マドカ4が最適じゃなかったら。いや、普通になんか僕伝の遅延欲しいよねとか、あと気になってるのはベータなんですよね。ベータの SS1 体入れて、その、スピードアップの補助と、あと、SS の半減あれが強そうだから、こうか。向き的にこうで、殴っていい。あ、やべえ、でもこれ。いや、でもこれ逆に、これでよかったか？あまりにもこれスピード速すぎると、中ボス戦で SS すらも使えないから、まあ一旦はこれで。でも普通に殴っててもなんか、いや逆にこれも雑殴りでいけるか。どうだろう。もうこれ雑に、こう打って、これで入りに行っても、意外といけるかな？はい。どうこれ。何回殴ったらこれ死ぬ？あ！ 3 回かな？あ、やべえ、踏んでない。やべえ、やべえ、これ雑に暴れすぎて。めちゃめちゃめんどくさいことになってる。とりあえず、ランチャー踏む。はい。これで、一旦これで置いといて、よし、この次でちゃんといけるな。まあ、さすがにここ、足から、これあれだ、重力切れてるからか、なんか足遅えなと思ったら。ああ、そこのデメリットは、そしたら一応、ここはそんなに気にすることはないと思うけど、まあ、ここで、はい。これで倒せますと。うん。ああ、でも殴り強いな。今、シャルル前に、ベイダとかだったら 100% 倒しきれてないから、それでよかったもん。よし、これでいった。あ、やべ。あ、まずい。私が、点8嫌いすぎて、まだやってないのバレてる。これで、はい。倒しますよと。あとはあれだな、このハトホル戦もちょっと削り気になるんだよな。どうかな。あとルミナスレイ当てたらどうなるのかっていうのも気になるし、まあ、一旦これはちょっと、ハトホル処理で。おー、はい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 。あー、でもさすがに、まあ、紋章ないからっていうのもあるけど、強いな。うん、強いな、これ。普通に強いな。じゃあ、ここだな、ここ。こっからちゃんと動いていきますよと。で、縦勘で、これぐらいかな。はい。よし、オッケー。どう？あー、いいね、いいね、いいね。そう、これ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 がね、
いいのよ。シャルマーニュだと多分ね、まあ、ゲージ切ればいいんですけど、殴りが早すぎて、ここでガガガってすぐ止まっちゃうから、これないの割といいな。SS も、まあ、最悪サメが使えるから一旦ちょっと温存で。これ、ちょ、あ、やべ、ミスった。あ、でも普通に外側殴ってもいけてるな。あ、意外と外側殴っても通用してるな、これ。あ、じゃあこれの即死までに外側殴るだけでこれ割といけんじゃね。じゃあ一回、あーでもちょ、これランチャー怪しいな。どうかな、これ。これで、あ、オッケーオッケー。あ、意外と楽だな。あれ、楽だな、これ。楽あれ私、多分、僕でシャルルだったら、最適化組めてるんですけど、普通に5回中1回、勝つみたいな、そんな感じだから、あ、ちなみにこれ横缶とかいける？ルミナスレイと合わせていけねえかな。これ薄く上がってって、お、いける！どう？ほい。あ、強っ！いや、これやばい！あの、絶対、シャルル周りですら今ちょっとできるか怪しいぞ、これ。いや、これはね、革命です！しかもこれも、紋章ないやつやってるから、紋章あったらこんなもん楽勝でしょ！いや、こんなの絶対おかしい。あ、これは入る。はい、はい。はい、はい、はい。だからこれがね、皆さんミスりがちだと思うんですけど、多分、困ったら、これね、大号令使えば、まあ、なんとかできますよだね。じゃ、ここ？あー、どうしよっかな、これ。な、こう打って。いや、これランチャーか。とりあえずランチャー踏んで、ランチャー踏んで、なんかいい感じ。なんとかなれ。あー、同じとこ行っちゃう。まあいいや、まあ、OK です、OK です。どうせ1P の窓からいい感じなんで。だから、シャルマーニュとかだと、これ困ってても SS っても打開できないけど、マドカは SS 使ったら大号令なんで、4人が動くから、まあ、ほぼ確実に、いける。と思う。だここをバウンドして、このぐらいか？よし、OK！ ふぅ。で、大号令も打てますよ、と。で、一応、開幕 SS っていうのも、選択肢としてはありそうなのかな？というかこれよくよく考えたらほらこれ見たらわかるけど、私初見なんで、まあどっか使うの。初見でここまでいけてる。しかも、シャルルマーニュポクデンで、紋章4つ使わないなんてナメプしたら、まあほぼ確実に終わるんで、これってワンチャン、あ、じゃあむしろこれ全部倒せば、これでさ、終わるか。あ、でもこれちょっと怪しいか。左下が倒せなさそう。まあ、でもこれちょっと SS をボスに向かって撃ったらいい感じにできないかな。これ多分いるよね、下に。とりあえず一回これで SS 使ってみて。あ、触れてる触れてる。どうこれ？いける？あ、やべこれ！やべ、一体残すのまずい！一番最悪なパターンこれ。唯一倒せないパターン引いたのこれ。で、割合持ってるからこれでズドドドドと。どういうぐらい？どれぐらい1段階目？ 1、2、3、4。しょっぱ。しょっぱ。ま、でも、仕様的にはアルティメットマドカと一緒だね。アルティメットマドカの倍率っていうか SS の仕様ちょっと忘れたけど、あれ、アルティメットマドカこんぐらいだったかな？ちょっと忘れちまったな。で、これを、これだ。どうすっかな、これ。どうしよう。こう、でいい感じにいけっか。こうで、はい。これどう？お？え？あ？は？これはね、やってる人はわかる。天八。こんな雑書で、シャルル・マーニュ紋章2体でも、いや、うまくいかないっす。いや、多分ね。いや、これはね、やばいこれ。ちょっとやばいことやってる。あーん、これ、あーん、くそこれ。めちゃめちゃいい位置だけど、くっそ。あー、これダメな位置引いたわ。どうすっかな、これ。あー、ダメだ、これもう諦め案件。もうとりあえず一回ランチャー行こう、ランチャー。一回とりあえずランチャー行こう、ランチャー。ていうかこれむしろ、ワンチャン、ルミナスレイ！お！あー、ダメだ！くそ、ルミナスレイ当たったらめちゃめちゃ強いと思うんだけど、これ失敗だな。逆にもうこれ、ハトホール全力集中でよかったわ。これで実質一旦死んだから、次が 2P か。まあ、ここで置いといて、ランチャー踏みますと。で、ランチャーで殴りに行ってもいいのよね、結局のとこ。だから、ここを、打って、
で、下からぐるっと回って、こっちはいい感じに行きます。はい。これどう？あ、やべ！やっちまったか、これ。これちょっと大号令だな。ちょっとやべ、これ大号令しないとすごいまずい。次はどっち？いや、これがちょっと私苦手なのよね。結局これ初期位置ゲーじゃん。だからここの位置だと 3P の窓が張りに行くなんてまず無理だから、これでどうかな。いけ！あー、もう無理。ここで、まあ、窓から入りに行ったけど無理ですよと。大号令打ったらこれなんとかできるかな、割合で。どう思いますこれ、皆さん。窓からで、みんなで殴りに行ったら怖くないしたら、いけると思いますこれ。どうしよう、でもこれ縦勘？あ、でもこれ縦勘で意外といけるか。縦勘だったら、縦勘でちょっとずれれば、ランチャーこれ確か大号令優先なんで、この 1P の窓からが、多分、めちゃめちゃ殴ってくれるはず。いけ。どうだ？いけ！窓か頑張れ！おお、いってるいってるいってる！で、割合で、おい、これいいね。ちょっと待って、窓かの初期位置が良かったっていうだけだけど、どうだこれ、割合はね、縦無視できるから、いや、これ、頼む。2段階目だったら、いや、25% は確か使ってみたの、あの、モンストニュースのやつやってた。1、2、3、4、5、6、7、おお！絶対おかしいよ。よかった。シャルルマーニュだったら死んでた。いや、これはね、ちょっとこれ見せられないですね、シャルルマーニュの。シャルルマーニュで頑張った人に見せられないですね。もうこれ、シャルルマーニュの人たちには内緒だよ。だから、なんかこれも、あー、でもこれ、2段階目の SS どうだこれ。こう打って、あ、でも倒しちまうな。でも大号令打ったら敵全滅するから、別にいいんじゃないのかこれ。ちょっと待って。どういう風な打ち方したらいい感じになる？とりあえず、3P 倒したら左上。左上、上のハートのこいつで、ハートのこいつで左上、バハムート倒す。こうでいけるか。そうだな、これでいこう。こんな感じで。これで、はい。どうだ、上行く？あ、なんか変な感じになっちゃう。あ、やべ。お、よしよしよし、来たー！全員倒した！これで完璧。あ、やべ、呼び出し忘れてた。あ、いや！ん？誰？どこどこどこ？あ、やべ、あ、ああ。やっちまった。そうだ、ハトホル呼び出し完全に抜けてた。いや、これって一番最悪よね。ああ。やっちまった。まあいいや。多分、サメもあるから、まあ多分なんとかなるでしょ。きっと。いや、むしろここでなんとかしてほしい。いや、ここで一回、ああ、もうこれ完全に窓か。じゃあ、こうねじ込んで。これでね、ちょ、もう、雑なこのねじ込みでも削り切れるのかっていうのはちょっと気になるんだけどね、どうだろう。おい。あ、やべ、全然ダメです。このショットはダメです。あ、でも、あ、ルミナセイ当たる。どうこれ。ああ、はい。本当におまけくらいしかやられねえ。ただ、ここで、SS 使った時はこれどういう風に殴れば強い？こうで、普通に自分で殴りに行けば強いかな、これ。こう打って足元入ってカンカンカン、みんなで殴ってカンカンカンで、どうかな、これで、はい、どうこれ、うお、強っ、あ、終わった。やべこれ、いや、めちゃめちゃ余裕なんじゃが。あれこれ別に僕でもベータもシャルルもいらないや。え、守護獣なしで勝つってよっぽどよこれ。え、で、これで、はい、で、足からパパパパって出して、あー、はい。これでいいんだ。え、だってちょっと、紋章サ、いや、これね、紋章サボれるのがいっちゃいい。ちょっと私、いろいろな都合があって、ちょっと今期今あんまり使いたくないから、紋章2枠でサボったんですけど、え、紋章2枠で、守護獣使わず、しかも見たらわかる通り、一発クリア。あ、楽になった、これ。そしたら、飛行不要の店員さんだね。これも、ちょっと強さ気になってたんで、試させていただこうかなと思います。ただ、まあ、飛行不要で使う都合上、1体の編成になるんで、基本的には、めちゃめちゃカット多めで。普通に、重造とか、既存の適正キャラがね、たくさん活躍する場面が多いと思うんで、ちょっと一旦、まあ、次飛ばしでね、次窓かの活躍する場面だけ抽出して、ここでは使わせていただこうかなと思います。おー、まあ普通にここはカンカンしたら倒せるか。一応火力感的には、蝶腹キラーなんで、重造の 1.5 倍か。
1.5 倍重増ができるから、まあさすがにここは強いね。どうだ？おー、まあさすがにね。さすがに今いい感じに集まったら、超バラキラーなんでね、めちゃめちゃ火力出ますよと。よし、これでも完璧だね。じゃあ、ちょっと割合メインで、一発ちょっと SS 使ってみようか。で、大暴れして倒しきれるのかどうか。自強化がね、2倍あるんで、殴りはかなり強いと思うんだけど、あー倒すね。で、はい。加速！よし、オッケー！どう？お？お？あーでも外側殴っても結構いってるな。そしてここから割合が、ボスに対して飛んでいきますよと。ちなみにこれ直殴りの乗らない攻撃があるんだけど、3、4、5、6、7、8、あー！おー、なるほどね。まあ、もちろん、飛行付与できるキャラってメモリーアルファとか、ギルティとか、まあ、いろんなキャラいるけど、一応悪くはないかな。なんかその他よりも最優先して取りに行くみたいな。なんかそんな感じではさすがに、なさそうかな。まあ、割合なんでね。これ直殴り乗ってたら多分最強なんだけど、まあ、そこまで行きませんよと。よし。よし、そしたら、じゃあ SS かな。で、最初に触れた敵なんで、こういう打ち方すると、雑魚に割合飛んでっちゃうから、それが少し、良くないのかな。で、超ダメを発動。もう斜めショットだな、これ。斜めショットで、いけ！うまいこと頭の上入れ！お、お、おー。ほんと、こいつちっちゃいんだ。あ、ちなみに一応これ割合、こういう結構デカめのビームなんで、この通路上にいれば、一応割合入ります。だから一応こいつもね、割合ちょこっと入るわ。あ、でも一段階だけどさすがに絶妙だな。それを覚えとくと、まあ、最悪雑魚にぶちかましても大丈夫みたいな、そういうパターンは起こり得るかもしれないね。よし、そしたら開幕窓化調整できたんで、とりあえず開幕にも SS 使った方がいいかな。何回かこれやってみたけど、透明化するんで、初手で撃てたら撃った方がおそらく強い気がする。だから大暴れして。で、これで、あー完璧です！っていうかこれ別に、よくよく考えたらボスじゃなくてもいいのかな。多分ほら、さっきの、店員さんもそうだけど、ハトホロに向かって撃ったら、大体、ボスがさ、巻き込まれるんで、おそらく、ほら、勝手にこれハトホロも割合巻き込んでるもん。だから多分この辺とか、この辺とかに溜まって、こういう方向にね、ビーム打たなければ、大体ボス混ざってくれるんで、初手窓化 SS は、なんか、今私、結構頑張って、ボスに向かって当てたけど、意外とそんなに気にしなくていいかもしれない。で、ベータループあるん、ベータの SS 一発打てるんで、多分ここで、もう、遅延も使っちゃっていいと思うんだよな。で、ベータの SS を速攻使って、ちょっとここでね、グダグダした方が、強い気がする。ここで、はい。あ、で、これで殴って、まあ、倒していきますよと。適当に暴れ。あー、いい感じ、いい感じ。二段階目の割合は、一応最低 20?20 か。20から、めちゃめちゃ理想的だったら 50% ぐらいまで行くんだっけ？ 60% か。60% まで行くけど、まあ、多分大体、2割、3割ぐらいが目安かな？ 3、4、5。あー、でかいの引かねえ、7.5%。まあでもこれでね、いい感じにできたんで、じゃあちょっとここでベータで SS の短縮ができますよと。だから窓か艦隊はね、まあさっき見せた通りめちゃめちゃ簡単だけど、別に窓か揃えられなくても、まあ、なんとかなるんじゃないのかな。で、横艦。で、薄くいって。これで全員触れたかな？あー、オッケー、全員短縮できてる。7ターンあるからね、もうこんだけあったらさすがに余裕よ。よし。じゃあ、めちゃめちゃ丁寧に戦ったんで、これ、普通に戦ってるだけ、やっぱベータ1体いるおかげで、ボス1で SS 使っても、超じっくり僕で倒せて戦えば、2段階目もう1回使えるのは、これ、かなりでかいんじゃねえの？よし、そしたら、ボス特攻できますと。で、結構グダったけど、サメと遅延残してるんで、即死3ターンに見せかけて、実質多分7ターンか8ターンくらいめちゃめちゃこれあるんだよな。大号令。で、これでみんなで殴りに行って、ボス殴る。はい、強い。はい、強い。で、この後に、まあ、全滅するんで、割合が確実にぶっ刺さる。お？あ、これ、ちょっと友情コンボ初めて見れる。あ？ん？なんか全然入ってない。あ、まあ、友情期待しない方がいいっすね。ただ、こっから割合が！はい。
はい、どん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 、7.5、7.5、7.5、あーくそー。いや、これ割合の 7.5% のパチンコも楽しめるって、いや、2倍お得じゃないか。また割合でどんどんどんのパチンコですよ、パチンコ。ただこれもパチンコ別に、大外れ引いても余裕で勝てるのか。いや、なんで、これはもうね、余裕ですね。だって、シャルルマーニュ2体でこれやれって言われたら、私絶対に動画でやりたくないもん。勝てるか分かんないから。でも、これだったら、まあ、全然なんとかなるんで。いや、窓かやっぱ1体引けるだけでも、まあ、自前でね、ボクデンだったり引いた人も別に投げかずに、とりあえず、1体窓か取れて、2体編成組めれば、まあ、割と、安定して勝てるようにはなってくるんじゃないかな。私もこの辺で度安定とは言えないけど、まあ、5回やったら1回はまあ勝てるでしょぐらいの。まあ、さすがにそれぐらいは勝てますよということで、結構ね、安定度は割と高めな気がする。なので、点8、困ってたら、まだかはもう必須級になったんじゃないような気がするんですよね、これ。もう絶望する必要なんてない。